はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはバルナック用のエルマントのスクリュータイプのレンズですね。でこちらは広角レンズのエルマーの 3.5cm F3.5 になります。はい、こちらにはですね、あの丸みの UV フィルターついてます。やっぱりね、フィルターついてた方がね、昔のレンズはね柔らかいんでね、フィルターついてた方が安心だと思います。で、あとはリアのレンズキャップも補足しております。はい。まあ、エルマーらしいね。あの、エルマーなんで、エルマーらしい。そこまでシャープでもなく、そこまでボケた感じもなく、いい感じのオールド感を出してくれる、ね、レンズとなっております。はい。では、こちらは、まずは外観からですね。エルマー関係による、このよく縁もあるね、よく縁の欠けとかはないですね。歪みとかも特にないです。で、あとは、こんなか、この辺は、まあ、ところどころのね、やっぱ、スレとかはね、まあ、古いもんなんでありますけど、目立つ傷とかは特にないですね。そんな目立つ大きなメッキの剥がれとかはないです。まあ、いい感じですね。うん。マウント関係もこんな感じで、特に問題はないです。で、こちら当店でね、整備済みです。で、その時に、整備内としては、ヘリコイドグリスの交換してますので、非常にスムーズです。無限のロックも、バッチリ決まってくれます。はい。で、あとエルマー関係はね、これ絞りがねガチガチに固まってしまうことがあるんですけど、これはねしっかり清掃してグリス塗ってますので非常にスムーズに回ってくれます。あと絞りの羽もしっかり拭いてますので、油浮きなど癒着などなくスムーズに動いてくれます。はい。で、あと気になる光学系なんですが、まあね、普通のオールドレンズレベルで特に問題もないレベルで、前玉に少し吹き傷があって、中玉に少し薄曇りがあるぐらいで、特にね、問題なく撮影できました。で、エルマーのね、描写をじっくり堪能できると思います。まあ、負荷もなく、可もなく、まあ、いい感じのオールドレンズとなっております。はい。では、ここまでご覧いただきありがとうございました。エルマー 3.5cm、F3.5 のご紹介でした。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。で、よろしくお願いします。